今日は7月10日です。早いですね。もう夏も始まって、だいたい夏っていうのは8月の半ばぐらいまでを、まあ、夏の期間だというふうに認識してね、お盆が過ぎたあたりから徐々に秋を感じて、まあなかなか海には行かなかったりとかね、もう山の旅行も終わっちゃったりとかするわけですけども、まあ、今こういう時代なんでね、なかなか季節を楽しむってこともできませんけども、ただやっぱりちょっとね、1年を最も満喫できるのは夏の時間じゃないかなと思うんで、この7月8月大切にいきたいなと思います。で、今日は7月10日なんですけども、相場の世界はね、土日ってのは動いていないんですが、まあちょっとね、来週の展望をちょっとお話していこうかと思います。9日まで、金曜日までの動きで倍の方で大きく取っていたわけですけども、最後の最後の方ね、結局はずっとセルの方にずっと動いてきてね、そして反転狙いの倍を金曜日に入れたわけですけども、これがうまくいかなくて、これもね、結局大きくセルの方に向かってロスカットってことになりました。で、それからなんですけども、金曜日の後半、そして土曜日の朝、本日見てみますと、大きな陽線を出してチャンネルラインの中に戻ってきようとしてる、戻ってこようとしてるわけなんですよね。この辺についていろいろとこのチャートを見ながら解説していきます。来週の展望もありますので ご覧いただければと思います。どうぞ。これがだからデイリーなんですがね、チャンネルラインこういうふうに下の方を引いてますけども、ついにですよ、ついにブレ始めたと。上ブレして入っていくところ、あれ、上ブレして入っていくところがこれ、下ブレして入ろうとしているところがこれですので、2つ考えられます。ここでチャンネルラインに当たって下の方に行ってしまう、そうなるとフラッグの終了です、ね、ここでフラッグが、はい、完成しましたよ、終わりですよってことです。下に抜けてフラッグ終了というパターンが1個と、あとフラッグ継続ですよね。こっからやっぱり改めて中に入っていくっていうパターンですね。そうするとまたフラッグの理論でバイセルが結構楽になりますよってことです。で、1つブラフラッグが終了して下にドーンと行くようでしたら、下に伸びたのを確認してエントリーするっていう方法が来週に残されています。もう一つの選択では、内側に戻ってフラッグを継続するようでしたら、またね、バイの方で取っていくために、戦略を立てることができるかなと思ってますね。じゃあ4時間の方を見ていきますね。あ、もう見なくてもいいんですけど、4時間1時間は。ほら、チャンネルラインの内側に戻ってこようとしてるでしょ。これチャンネルライン赤で引いてるのをさらに黒で濃く描きますよ。ブレイクしたチャンネルラインに戻そうとしてる、戻ろうとしてるんですよ。だからここで跳ね返って下に行くと、セルの方で大きく取っていくってことになりますんでね、それを一つ準備しておくことと、もう一つはやっぱりレンジの中に戻ってフラッグを継続させるっていう動きですよね。このフラッグ継続が起きた暁には112円113円の方向への伸びも見えてくるってことになります。これが大枠ですよね。来週の12日から16日の間ではどういうふうに動くのかってことですね。まあこれも説明するまでもないですね。チャンネルラインがこれです。で、反転すると思ったんだけども、反転ね、反転せずにさらに下の方に行っちゃったんでロスカットを食らいましたと。でもそのまんま下の方に大きく伸びるかと思ったら戻ってきてね、入ろうとしている、もしくは跳ね返ろうとしているの、この2つ2択になってきたっていうのが来週じゃないですか。この辺が決着が来週つくところじゃないですかね。はい、ということで夏もドラマが多いと思います。まあ雨にね、感染症にいろいろと悩みは尽きないんですけども、全ての問題、お金がしっかりあるとあんまり気にならなくなるものですしっかり稼いでいきましょう。そのために FX を選ばれたわけですからね。それでは本日は以上です。